温故知新って言葉、あるじゃないですか。ない。あります。で、そのことわざって車両にも言えると思ったのです。というわけでこれから小田急の中でも古参の特急列車に乗ります。見たこのどういう色の特急？ロマンスカーエクゼ3万系という車両です。ロマンスカー、エクゼですわね。ここでのエグゼは拡張子じゃないですよ。話を元に戻しますと、このロマンスカーエクゼなんですが、1996年にデビューした特急です。もう25年も経ってるのか。デザイン面の古さを感じさせないエクゼ、早速乗車していきましょう。モダンさと高級感を感じる座席になっています。まあ今となっては当たり前ですが、リクライニングもあります。あ、全然倒れませんねこれ。あらら。座席は快適なのですが、リクライニング角度に難があるというのが欠点です。背面テーブルはありませんが、肘掛けの中にテーブルがあります。こういうテーブルって大体実勢よな。肘掛けに収めるからにはしょうがないのでしょうか。でもこれは肘掛けに収まってる割には広いんじゃないでしょうか。ところで、本日も小田急一日全線フリー切符を使っています。こいつと特急券も買えば特急にも乗れるんだな。はい。問題点としてはまずこのフリー切符の元を取るのが大変、ってことですが。車内の雰囲気はこんな感じです。少し暗さを感じますが、その分しっとりとした印象を受けます。ちょっと平成初期らしさが残ってますわね。今を否定する気はありませんが、これこそ特急の車内といった感じです。ロマンスがあるな。カーテンもついてます。和青い背景に大量のひし持ちがあるみたいな、そんな感じです。もうちょっといい表現なかったんです。背面はテーブルがない分やっぱりすっきりしています。よく言えばごちゃごちゃしてないって感じだな。その下にはネットがありますね。パンフレット的なものが入ってます。今の時代はスマートフォンが普及し、良くも悪くも便利な時代になりましたね。雑誌電子書籍化も進んでいることでしょうが、地面でしか味わえない、その他人の見えない画像の奥行きなど、その人を味わえないのが紙ベースであることのメリットであり、また電子書籍では味わうことのできない輝きだと思うのです。ディネスさんはどう思いますか？好きがなかったため特に何も感じませんでした。列車は神奈川県の僻地を走行しております。やっぱり町田とか横浜とかとはだいぶ違いますわね。こういう一面もあるもんだな。この車内表示器はいまいち活躍してくれていません。一応、活躍することはあるんですよね。たまには、あります。そういやモケットについて触れていませんでしたね。黒地にオレンジの二進数が彩られたデザインになっています。超表現の完成おかしくないですか？座席が柔らかいので、完成はおかしくないですよ。何？どういうこと？ここには E257系みたいにビデオカメラとかをいい感じに置けそうなスペースがあります。E257系の時ほど座りはよくありませんが、まあ旧大店といった感じでしょう。エクセにはコンセントがありません。こればかりは古いから仕方ないな。リニューアルされたエクセアルファは1編成を除きコンセントがついていますので、やっぱりうーんって感じです。
リクライニングの角度はやっぱり気になります。最大で倒した時と比べてもこれしか差がないんですよね。まあ、座席がスカスカなら。そろそろ皆さんお待ちかね、トイレコーナーと行きましょうか。トイレにトイレ、てかトイレは2、5、8号車にあるようです。じゃ、入るか。はい、あれ反応しない。これ、決まるでは。あら、そうみたいですね。気楽が下側なんですね、これ。中は落ち着いた雰囲気ですね。どことなく JR 東日本っぽさを感じます。でもそれよりも立地な気はするな。さすがエクセ、トイレの雰囲気も豪華です。あ、もちろん鍵は閉めておきますからね。独特な洗面所の形状ですわね。それだけならいいのですが、これ手を洗える場所がトイレ内に2個ありそうなんですよね。豪華なのだけれどもどこか変ってこですわね。出ます。迷う気持ちはわかる。 JR 東日本など各線とは逆なもので、いやー、なんだかんだ豪華なトイレでしたね。ですね。あれ、ここにも、お、また用意を立つのか。私そこまで頻繁じゃありませんからね。あー、こっちなら好き。はい、ここはおそらく公衆電話があったスペースでしょうね。最近はポケットベルが主流ですからね。いつの時代を生きてるんですか。さっきの公衆電話スペースもホテルの一角みたいな高級感が漂っていましたが、この扉のエッセもいいですね。エレガントな雰囲気です。やっぱりホテルみたいな印象を与えるな。こういうところから見ると本当にモレっぽい感じですわね。ズームして見る枕部分のエッセもこれはこれでオツなものです。全体的な設備が古いエッセですが、自販機もちゃんと備わっています。ただ、IC カードは非対応みたいですね。なお左を向くと、なんだこれ？車内販売などの準備をするカウンターブースという場所らしいです。ですが今年3月12日にロマンスカーでの車内販売サービスは終了してしまったため、このスペースの存在意義は不明になってしまいました。今はもう歴史を感じることぐらいしかできないな。なおこのスペース、エクセアルファにはありません。知らないと判断されたのでしょうか。そうでしょうね。さ、席に戻りましょう。戻ってきました。そういえばどれだけ足を伸ばせるかですが、見る限り結構伸ばせそうだな。ロマンスカーの中では座席定員が最多なのに、だいぶゆとりがあります。ロマンスカーに乗っていると時間があっという間に過ぎる気がしますね。ですね、もう相模川を渡って神奈川県西部を脱出ですよ。海老名に到着。LED もどこか頼もしい気がします。スタイリッシュというよりから安定感がある、そんないい特急ですわね。では2編成しかいないので、見かけたらぜひ乗ってみてくださいね。いや、今日はここまでだな。ここまでのご視聴ありがとうございました。